らっしゃいませ。ありがとう。人角の何の道を志すのかな。この身、お主の新たな人生の始まり、しかと見届けた。その志を見事成し遂げてみせよ。攻めるぞ、熱く。制圧すればいいんだよね。ねさらに励め。こちらにおわすは天下の名軍師官兵衛だ。今から君たちの相手をするから覚悟しろ。待て、そうやって K はすぐに怠けよう。意地でも一緒に戦ってもらうぞ。考えてきてる？こんな敵じゃ僕にかなわないよ。
私を許す必要はない。捧げようぞ。お、やったな。精進して俺様みたいになれよ。ですか？ほっぺたが落ちるほどの絶品ですよ。何？まんじゅうだと？ところで俺の嫌いなものを知っているか？よくわかったな。そうだ、俺はまんじゅうが嫌いだ。俺は
まんじゅうが嫌いなんだ。大量のまんじゅうを家に投げ込まれでもしたら、そっとしてしまうに違いない。七方で変化の術だ。あの女の忍びには近づくな。近頃あの忍びに情が見える。原因はお前だ。思考がぬるくなれば反応が鈍る。それは忍びにとって致命的。過ぎた情が生むは悲劇。あれ？どうしたんですかい？一人でブツブツと。逃がさないもん。みんな追って。ひるむな。守りを固めて迎撃せい。慎重に勝負いたせ。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。俺の魂は封じられぬ。下がっている。見た目で判断すると痛い目に遭いますよ。あなたは大事な友だ。前線は俺にお任せを。来ないで。僕この子いっぱいだよ。どうあっても避けられないのか。敵将撃ち取ったわ。僕にかなわないよ。
逃がさないもん。みんな、お手。なんとしても守りきるんだ。声に答え、俺は戦場に降り立つ。志を宿し槍を振るわん。犠牲士の一人、
石田三成。とにかく敵を倒す。以上。また私が不幸を呼んでしまった。また大事な人が私のせいで。またいつもの夢。なんで夜なんてあるのよ。眠りたくない。お疲れみたいね。今日はどんな不幸に会ってきたの？おひい、ありがとう。こんなにちゃんと眠ったの久しぶり。お笑いだけど、あなたのおかげかな。いいかもね。ぐっすり眠れそう。
逃がさないもん。みんなお手料理下手で可愛く見せたいときはわざとやらかすけど、今はあなたにちゃんとしたものを食べてほしいしね。料理は手際よ。味なんか適当。女の子なら覚えといて。男なんて甘辛く味付けしときゃ大満足するものよ。で、仕上げにすだちをかけて。でしょでしょ、すだちがないと味が決まらないのよ。楽しい。不幸のことなんて忘れそう。
このまま道を極めてください。切れるかな。僕不安だよ。バカな。遅れを取るだと。剣も喜んで。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。あらあら、張り切っちゃって。かわいい。せん、吸引コン。バカな。遅れを取るだと。好きな人を切るってこんな気持ちなんだ。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。次も楽しませてくれるかな。となる。我が力が必要であろう。力を貸そうぞ。
逃がさないもの。みんな、お手。せっかくの敵が散ってしまうよ。ああ、面倒だ。守ればいいんだよね。助けなきゃ、急ぐよ。なんという強さよ。制圧は興味ないけど、とにかく切るよ。さあ、行こうか、高田殿。戦の采配を緻密なところは任せたよ。はい、敵や地形の分析は終わっています。あとは策の使いどころか。暗い時こそ僕頑張るもん。敵を知れば知るほどにやりにくいですね。
じゃ僕にかなわないよ。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。なんだけどね。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。すごいな。だがお前ならもっとやれるさ。制圧すれば我らの勝ちだ。いらぬ気遣いだ。だが礼は言う。敵将撃ち取ったわ。次も楽しませてくれるかな。
っちり守る。俺は引かない。助けなきゃ、急ぐよ。
勝負いたせ。何も言うな。俺になってほしいのだろう。魂の腹からに。反骨とは決して死ぬことではない。むしろ生きねばならない。世に反骨を示すために。だから俺は生きる。どんな汚い手を使っても。親しいお前といえど、騙し、裏切るかもしれない。それでも俺を腹からにしてくれるのか。上等。お前の覚悟、受け取った。受け切れるかな。僕不安だよ。退屈せずに済みそう。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。
強くなってみせる。主への尽力、惜しみはせぬ。相撲は好きだ。鎧うものすべてを脱ぎ捨てた男たちの熱く激しき肉弾戦、上等。敵の狙いは俺だ。俺が先に逃げては騒ぎになる。二人で逃げても怪しまれるだろう。先に受け。上手に立つふりをして、そ知らぬ顔でこの場から離れ、兵を連れてこい。見よ、奴はこの乱戦で死んだようだ。死んでは反骨は示せん、そう言ったはずだ。あの血は赤色の染料に唐辛子を入れたもの。舐めれば飛び上がるだろう。清潔にな。言ったはずだ。俺は生きる。そのためにはお前すら騙すかもしれないと。